なぜアファメーションが必要かってことなんですけども、まず大前提としてTOEICのスコアアップって何者ぞってことを説明したいんですよ。TOEICのスコアアップって正しい勉強法をかける、まあ、何時間どのくらい時間を投下しましたかってことがTOEICのスコアなんですよね。まあ、ここでね、なんか例えば脳科学的に言うととかね、こう脳のクリティカルポイントがとか英語脳を作るととかこういうかっこいいこと言いたいんやけども、いざ TOEIC となるとものすごく真面目で、正しい勉強法を何時間やるか、この2つだけを分かってればスコアは伸びないわけがない。だから原因探究も簡単なんですよね。スコアが伸びてなかったら正しい勉強をしてないか、あるいは、投下している時間が少ないかのどっちかだからなんですね。で、人はセルフイメージに合った勉強法を取るんですよね。これは僕の経験則から言ってそうなんですけども、なんかね、自分のことを低く見積もっている人は、自分の能力を低く見積もっている、自分の人生を低く見積もっている人は、聞き流しの英語の勉強法とかしますよね。まあ自分はこういう勉強法でもできるんだって安易に思ってしまうんですよね。でも、セルフイメージが高い人、自分はそういうチープなね、安っぽい、なんか嘘っぽい勉強はしたくないって思っている人は、やっぱりね、セルフイメージが高いんですよね。ちゃんとした、まあ真面目な勉強法を取る、採用するんですよね。人は、さらにセルフイメージに合った勉強時間を投下するんですよ。自分のことやっぱすげえって思ってるやつは、まあ、茂木健一郎が前ツイッターで言ってたんですけども、その天才っていうのは単純に自分の先天的な能力に安ずるわけじゃなくて、こうなりたいっていうこの天才像があまりにも高すぎて、そこに向けてひたすら努力をする、それが天才だって言ってるんですよね。その努力、天才っていうともう非典型的な、もうナチュラルな天才って言ってるんじゃなくて、天才は自分の天才性を維持しなきゃならないから、もうね、ものすごく大量の努力をするんですよね。だ、人はセルフイメージに合った勉強時間を投下するんですよ。どうせ自分バカだしって思ってる人は、やっぱりね、勉強しないんですよね。毎日、なんだろう、友達とくだらない会話したり、毎日 Facebook に入り浸ったり、毎日 Twitter に入り浸ったり。で、勉強時間はちょっと、なんでそんなんかっていうと、まあ、自分のことをそういう風に評価しているって証拠ですよね。自分なんて大したことないしって、自分は一角の人間にはなれないしと思ってるから、それだけの勉強時間しか投下しないんですよ。人はセルフイメージに合った勉強法を取る。人はセルフイメージ。セルフイメージってセルフのイメージですね。自分をどう思ってるかってことですね。自分自身の評価によった勉強法、自分自身の評価に沿った勉強時間を投下するんですよ。で、セルフイメージってイコールコンフォートゾーンなんですね。コンフォートゾーンに関しては、まあ何回も繰り返し喋ったんで、ここではちょっとあまり触れませんが、で、